アエロピルムペルニクスは、旋回の熱水噴出口に生息する古細菌の一種で、2017年、現在知られている生物の中では最も高温で増殖が可能な変性後期性生物である。俗名はギリシャ語を、ラテン語化したもので、空気炎。種形容語は、顕微鏡で観察したこところ活発に動いていたことから、ラテン語で、貧瘍な。 素早く動くを意味するパーニクスと名付けられた。1996年6月に、鹿児島県豊島村、小宝島の水深20メートルの旋回から分離された。弁網を持たない直径0.8から1.0マイクロメートルの不規則な形をした球菌で、高気条件下で、従属栄養的に増殖する。指摘生育温度は90摂氏95度。 指摘 pH は7、指摘ジオノーは3.5%。指摘条件でも世代時間は200分とそれほど早くないが、培養終了時の菌止量は比較的多く、後期条件で簡便に培養でき、有毒なガスも出さないため研究材料としては使いやすい。2004年には、小笠原諸島の水曜宮間水深1385メートルにある。 深海熱水噴出口から、禁煙種アリピラムカメニが発見されている。1999年には全ゲノム配列が、日本で解読された。ゲノムサイズは1669,696円基体 ORF は1,700箇所 KEGG。クエム酸回路を構成する酵素のうち、アルファケトグルタル酸でヒドロゲナーゼをかくが、代わりにニオキソ酸。 テレドキシン酸化還元酵素を持っていた。また、クレンコ細菌としては、初の、全ゲノム解析例となり、原核生物の細胞分裂に、必須の FTSZ やマインド、真核生物や有利コ細菌の DNA、結合タンパクであるヒストンを持たないことが明らかとなった。ありがとうございます。